こんにちは。私、お薬の妖精、クスリーナ。お薬っぽいものでできているのに、お薬のことなんて全然わからないの。顆粒、錠剤、カプセル、なんでいろんな形があるの？色や味もたくさん。なんでなのか、誰も教えてくれないの。彼女の名前はクスリーナ。この物語の主人公である。そんなクスリーナの疑問に対して、丁寧に答えてくれる、とっておきのいい場所があるぞ。彼の名前はジェニー。千の薬の謎を知る名探偵である。ジーヤ。誰がジーヤ。ジェイ。では早速調べに行くぞ。待って、ジェームス。ねえねえ、どこ行く。果たして二人が向かった場所とは。ごちゃごちゃ言わんでついてきなさいよ。もうここが薬ミュージアム。説明しよう。ここは薬のことを見て聞いて触れて楽しく理解できる場所。健康で豊かな生活への貢献を目指す製薬メーカー第一三共が作った無料体験型施設である。将来薬に関わる仕事に就きたいと考えている学生や自由研究を目的とする子どもたち、お年寄りから働く人まで年齢性別問わずたくさんの人たちが薬について楽しく学べるぞ。ワク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 。あそこが入り口ね。待てー。中に入るにはあるアイテムが必要なんじゃ。じゃじゃん、これを見よう。それはこれは IC チップが内蔵されているメダルじゃ。受付を済ませるともらえて、館内に設置されている装置の上に置くと薬の謎を教えてくれるんじゃよ。ねえ、何も反応しないよ。だから、ね、何を聞いていたんじゃい。もう皆さんは正しく使いましょう。ここがメインになるフロアじゃ。わあ、すごい。このフロアでは第一三共が積み重ねてきた情報をもとに、薬が人にどのように働くのか、薬の起源や作り方、体への仕組みなど一度に学ぶことができるぞ。すごい。これは何？これは薬が体にどのように巡るか一目瞭然できる人体模型のようじゃな。わあ、変なものがいっぱい。お薬の種になるものの一部みたいじゃの。タビこれ楽しそう。説明しよう。例えばインフルエンザにかかった時、薬がどのような仕組みで力を発揮するのかが分かるよう対戦型ゲームにしたものである。受付でもらったメダルを設置してスタートじゃ。楽しい。これはパズル？うん、薬を組み立てるんじゃ。わあ、いっぱい。こんなに種類があるんじゃな。薬ミュージアムはどうじゃったかの？むっ、とっても勉強になったわ。私ってこんなに素敵な役目を持っていたのね。これからもたくさんの人たちの役に立ってみせるわ。いい心意気じゃ。第一三共は世界中の人々の健康で豊かな生活に貢献するために革新的な薬を作ることが使命なのじゃ。薬は人の命を支える大切な存在。常に身近で社会と共にあるからこそ、我々もお薬についてもっともっと深く知る必要があるんじゃな。薬ミュージアムでは学べることは盛りだくさん。また一緒に行こうか、クスリーナ。おや、よし、こうなれば早速実験よ。私はもう立派な研究者。よいせよいせ。なっはっはっは、先が楽しみじゃの。薬のことをもっと知ってもっと仲良くできる、そんな素敵な場所、薬ミュージアム。薬のことを知りたいすべての方々のおいでをお待ちいたしております。